埼玉県女子主犯学校時代の宝章格玄関部分が復元された私立浦和博物館の建物、宝章格は埼玉県埼玉市浦和区に所在した埼玉県主犯学校の建物の名称。同市緑区の埼玉市立浦和博物館の建物は宝章格を復元したものである。1873年に浦和塾本陣内に小学校教員養成のための 学校改正局が設置され、翌明治七年には、岸村に新校舎が建築され、埼玉県市販学校と改称した。1878年に、市販学校が現在の埼玉会館の場所に新築移転し、この校舎が、放送閣の始まりである。明治天皇の北陸巡行に際してこの校舎を、安在所とした時、同行していた三条耳が校舎の外観を見て、 法皇が翼を広げて飛び立つ様に寝ているとして、宝鐘閣と名付けたのが由来となっている。その後、市範学校は、時輪に移転し、宝鐘閣の建物を利用して、明治32年に、市立埼玉女子学校が開校した。翌年には、埼玉県高等女学校と改称し、さらにその翌年明治34年4月に、埼玉県女子市範学校を併設、同年8月に、 浦和高等女学校と改称した。県下唯一の高等女学校として、女子教育の中核となった。その後女子市範学校が別所移転、1925年埼玉会館建設のために、宝上閣は北へ移築され、埼玉県立図書館の建物として改装された。戦後まで34年間図書館として利用されていたが、 老朽化により1959年に解体された。1972年に浦和市立郷土博物館が開館し、その建物は宝送閣の全面外観の一部を復元したものとなっている。また、玄関付近の装飾などは宝送閣時代のものを再利用している。市内には明治時代の建築物の移行は、 極めて少なく、復元とはいえ当時の外観を残すものとして、貴重な建築物となっている。埼玉県主犯学校は、サッカー発祥の地として知られ、放送閣は、浦和地区を本拠地とする、浦和レッドダイヤモンズのエンブレムにも描かれている。埼玉市図書館、我が町再発見サッカーの町埼玉、2015年10月8日、閲覧、我が町、浦和、 裏わし裏わ市出社編、ありがとうございます。